一番。すみません。ありがとうございます。待って。はい。あっちはもうモップしたから、あとは逆側だけ。当番でもないのに掃除とか、さすが吉野ちゃん。エントランスが綺麗な方がお客様は嬉しいから。ほんとそれ。でも俺はやらないから。君が一人で練習してるのは知ってる。基礎レッスンもね、前より息が上がらなくなってきてるし、ものすごく上手くなったと思うよ。でも一人じゃどうやっても合わせられないでしょ。レッスンに来てよ。一緒にやろうよ。あんた本当にすごいね。それ本気で言ってんでしょ。人の神経逆なでるの本当うまいよね。マジでいい子ちゃんでガチで腹立つ。そんなつもりじゃ。あ、ごめんなさい。本気であいつからスタメン取るのかよ。突っかかったってあいつには意味ないだろ。わかってる。あいつこっちの話なんて聞いてないからな。持ってるやつはわかんねえよ。あいつの高みの見物感ムカつく。わかる。めっちゃわかる。檻の中の狂犬を見物してるみたいなもんなんだよ。狂犬か、よく言われるぜ。俺は犬じゃねえっての。ああ。まあ水木は俺が見ても結構狂犬だけどな。高見、遅くなってすみません。いや俺はいいんだけど。え、高見、吉野ちゃんと合わせの予定だったのかよ。リコ来てたの？レッスン。あんた今日シフトじゃなかったの？あ、そのKとシフト交換したから何か用事があるみたいで。あいつ余計なことしやがって。あのリコ、一緒に練習しない？はあ？高見には他チームからの目で動きを見てもらおうと思ってたんだ。せっかく来たのにレッスンできないのもったいないから。いいよ、俺がシンガーパートやるなら。え、
わかった。へえ、本気？その、このレッスンなら。でも僕、シンガーは。そういうのがマジでムカつく。中途半端な返事してさ。失敗した。そうだね、今のはさすがに。リコと一緒にやってあげたいけど、シンガーは諦められないといったところ。前に高見は歌を諦められるかと聞いたでしょ。あれからずっと考えてる。僕は歌を諦められるのか諦められないのか。俺はその迷いこそが答えじゃないかなと思うけどね。よう。おい。これがスターレス。本当は違う。スターレスは前の店だけだ。立地は問題じゃないんだ、水木。大事なのは魂だよ。こいつ、神みたいなこと言うな。次は魂が汚れるとか言うんじゃない？俺もそう思った。貴様らの客として呼んだのか。何驚いてんだよ。いいだろ別に。あんたには迷惑かけてないし。あんたがケイ。ああそうだ。おい大丈夫かよ。ああごめん、ちょっと驚いただけ。ケイ、あんたが睨むからじゃねえの。そうであれば謝罪しよう。驚かせてすまなかった。歌う喉だろ、大事にするがいい。受け取れ。何？ありがとう。レッスン場に案内してやるといい。スターレスを見たいだろうからな。何今の、すっげえいいやつっぽくてめっちゃキモい。何もらったんだよ。のど飴。ますますキモい。っていうかその前にヒースが歌うってあいつなんで知ってたんだよ。その上レッスン場見せていいとか何企んでやがるんだ。別にどうでもいいじゃんそんなの。あいつの考えてることなんてわかんねえし。それよりヒース、レッスン場行こうぜ。ケイがいいってんだからいいだろ。ああ案内を頼む。こっちの階段から行けるんだぜ。スターレスか。
おう。超リコ、これなんて聞かせちゃうかな。どう？よかったでしょ。絶対ランはこれ好きだと思ってさ。好き。妙な品作るなって、キモ。もう、お前が聞かせたんやろうが。あ、で、歌ってるの誰やって？ヒースってやつ。なんかちょっと死にそうな感じのやつ。へえ。連れてきたぜ。おお、やったじゃん水木。誰あのおっさん？キッチンの料理のおっさん。おっさんおっさん言わないでって。本当地味に傷つくから。地味ならいいじゃない。え、よくないだろう。どうでもいいけどさ。おっさんパフォーマンスできるよね。パフォーマンス？ダンスとかってこと？え、なんで俺そんなこと聞かれてるんだ。で、どうなの？踊れるの？踊れないの？多分踊れると思うけど。だからなんでそんなこと聞くの？よっしゃ、これで5人揃った。ほんとお前5人にこだわるよな。別にいいじゃん4人でも。スターレスのステージは5人で1組だからね。はあ、どうでもよくない？型は大事やぞ。試合形式ってことなら大事だね。わかんないけどさ、それがいいなら俺はどうでもいいや。そういえばリコ、吉野との対決どうなってんの？普通、もうすぐ終わる。実はもうあんまり興味ない。なんで？お前からふっかけたんやろうが。話にならないから。ソテツも当てになんないし。でもヒースを探してくれたのはソテツじゃん。そうなんだよな、あいつほんとわけわかんない。わけわかんないのは俺の方なんだけど、なんだろうなこのアウェイ感。これが企画書か？話にならぬな。やり直せ。グッズを作りたくば、もっとマシなものを出せ。頑張ったのに。僕、このところものすごく働いていると思うんですよ。そうか。ではもっと働くがよい。そんな。シン、俺にも一杯頼む。獣の血より色濃く、深淵の底よりさらに深い味を用意しよう。あ、ここで飲酒はやめてください。まだ昼間ですよ。何の話だ？貴様の辞書には紅茶はアルコールだと書かれているのか？え、紅茶？何かお手伝いすることないかな、運営君。ちょっとフロアを追い出されてきちゃって。どうかしたんですか？お前は吉野に犯した罪を数えろというのか？え？吉野さんが犯罪を？違うよ、誤解だよ。ちょっと何枚かお皿割っちゃって。あ、ここの書類捨てるの？ああ、構わぬ。じゃあシュレッダーかけちゃうね。まだ見てはおらんがな。ダメです吉野さん、それはやめて。
分へ、吐息で溶かした泡雪を惜しむより、やがて芽吹く種に水を与えるがいい。運営、やり直せ。俺が見る価値のあるものを作るように。頑張ります。すみません、運営くん。よしの、象牙の船と銀の貝が必要か。何ですかそれ。中の鳥に何が必要かは決まっている。いえ、いらないです。用意するなら自分でしないと。良い心がけだ。人間に与えられた時間は有限だが、惜しむほど短くもない。お待たせしていてすみません。よしな、他人の見る己の姿を正しく鏡に映すことはできない。よくわからないけど、もう少し頑張ってみます。ショーホールに行くの？なら一緒に行こうか。こんにちは。高見は今日シフトなんですね。よしの、もうステージの準備？少し早くない？ちょっとレッスン場で動きを確認しておこうかと思って。この公演ももうすぐ終わるし、最後まで頑張りたいから。リコとのことも決着がつくし。対決なんてソテツが言い出したけど、どう落としどころを見つけるのかな。わからないけど、ステージを頑張るしかないなって。次の公演も見据えないと、シンガーとしてもう一度ステージに立つために。今日のステージ頑張るから、楽しんでいって。楽しんでいってか。少し余裕が出てきたみたいだね、吉野も。俺が来たのは最近だから、吉野がメインで歌ってるとこ見たことがなくてね。吉野の才能を信じたいというところかな。純粋な才能を消耗させてほしくない。ステージの自分を道具にしないことかな。